ちは、高瀬香織です。そして高瀬香織のカメラマンです。はい、今回はですね、撮影前、お、なんか見せてるね今回はですね、撮影前のルーティーンというものを撮ってみました。この時はね、ちょうどお昼ぐらいにカメラマンさんと集合して、あ、来たね、うん、来たね。お昼ご飯何にしよっか、ラーメンでいいんじゃねみたいな感じでちょっとね、あの高級な出前一丁に手を出してみました。でも安かったよね。安かった。お安くなってた。そう、前もインスタントラーメン食べたよね。いつ、忘れた。いつの話、動画上ではない、全然関係ない。あ、作ってますね。本当だ、デバスが出てきた。頑張ってる、ね、飲んでんのプロテイン、これ。いや、飲んでないよ。飲んでないんだ、うん、やっぱ太りたくて一時期買ったんだけど、やっぱプロテイン高いじゃん。高い、そう、続かない。皆さんどうですか、プロテイン、男性の方とか飲んでる方いるのかな。ね、なんかいるんじゃない。女性もいいって言うよね、体にね。そう、でも高いからよ、続かないよ。続けられる値段じゃないとさ、あれはさ、意味ないよね。皆さんぜひウームの方に送っていただいても大丈夫です。今一応作ってるね。うん、作ってね。まあ、何の変哲もない動画なんだけど。そうね。で、いや、でも出前一応久々に食べる。私も。何年ぶりだと思う、多分。本当、私もそうかも。うん、何買うって、買うとしたら。安くなってる時だから、うん、でも好きなのはやっぱ札幌一番の塩かな。あ、塩ね。か、うん、マルちゃん製麺。いや、あったじゃん、あの時。あ、もう休憩入ってんじゃん。本当だ。今これね、あのお湯沸かしてんだよだらけてるねそう、あのね、あの撮影前のオフの状態なんで、カメラマンさんマスクしてませんね。そうそう、うん、なのでモザイクかけております。うん、何喋ってるの。多分ここら辺で冷蔵庫の音がすごくて、あ、冷蔵庫さ、ね、そう、上に2階にいてもすごいんだよねもう音がみたいな。そう、冷蔵庫欲しいって話をね。そうそう、見に行ったもんね。見に行った行った。そうそうそう、そうそう、それをしてる時か、うん、だから今この時も鳴り出すかもしれない。うーん、ちょっとアテレコ中にね、機械音が入ったら全て冷蔵庫ですだいたい入ってない、一夜の動画多分あの爪将棋とかでも入ってると思うじゃあ、あの BGM だと思ってぜひ皆さん心地よく聞いてください今多分そうだ。あ、うん、そう、もううるさくてね。でもなんか、うん、私も BGM に聞こえてきた。あ、本当、最近、うん、いいこと、いいこと、ストレス感じてるからね。また鳴り出したよ今もね、ちょっと冷蔵庫が静かな間にアテレコしております。いや、でもね、多分そんな持たないよ。持たないかな、うん、知ってる私は。そんな持たないこと。やばい、もうすぐ3分経過そろそろ来るよ、ブーンってどうかな、きっと眠い感じで聞いてもらえれば大丈夫かな。そうね、こういう日は、あ、何だっけ、撮影しよう、つっても一応集まったんだよね。そうだよね。で、毎日ご飯食べてみたいな感じで、何話してんだろう、すげえまったりしてんの。なんだろうね、うん、なんか全然大した話じゃないと思うよ。だよね、うん、カメラマンさんとはね、なんかちょっと用事があって電話すると 2,3 時間話しちゃうぐらい、なんか。そうね、話してんだよね。まあ、家も近いからね。めっちゃ近い、うん、近所だから。そう余計にね、うんうんうん、なんだろう、まだ沸騰はまだですか。うん、まだ、うちらの会話トーク力がないから、あの、もう間が持たない、あの、持たないんですけど、ちょっと早く沸いてもらっていいですか。お、来たか。お、来たか。どうしたんじゃない。あ、言ってる。ほら、行ってよ行ってよって言ってる。早く。うん、惜しかったねーなーみたいな。このやる気のなさがね。行かないね。行かないかな。置いてないのかな、うん、あ、そろそろだよ、ほら来るよ。さすがに行かないとまずいか。あれ皆さんラーメン食べます？インスタントラーメン、カップラーメン。お、動くか。しょうがない、作るか。あれやる気よいや、こんなもんよね。そうよね、そんなもんよ。ラーメン食べんじゃない、みんな。食べる、おすすめ、なんか安くて美味しいラーメンとかね。地域によってとかもあるだろうね。あるよ ね、なんか北海道限定とかさ、あるよね。そう、絶対なんかさ、美味しい味噌ラーメンとかありそうじゃない。あるある、絶対ある。そういうのちょっと食べてみたいな。食べてみたいね。徳島ラーメンなら食べたこと。徳島ラーメンってどういうラーメン。なんか濃かったよ。醤油なんかな。
でもすごい濃いめなんだ。濃かった、なんかもう色からして濃かった、へー、私佐野ラーメンが好き。ああ、なんか一人でわざわざ行ってたもんね、佐野まで。なんか食べたくって佐野まで行っちゃったよね。結構夜じゃなかった。そう。行っちゃうんだよ。結構やっぱ一人で思い立ったらすぐ行きたくなっちゃうから。ああ、私ね、その食べ物のためにあ、来たよ来たよ。おいいね。ちゃんと復興してますね。いい感じの地獄鍋ですね。ですね。食べ物のために行かない？行かない。行っちゃうな。いや行かないよ。だって夜でしょ。夜。一人でしょ。いや行かないよ。もう行かないかな。あれ結構前だから。うん、あのセブンとかで佐野ラーメン買うよ。うん、ああ、まあ今はね、カップラーメンとかでもクオリティ高いからね。高い高い。うん、昔はねそうでもなかったけどね。あのね一覧出たんだよね。何一覧？カップラーメンで。何一覧？チェーン全国店チェーンのあの豚骨かな？その一覧が出て具が何も載ってないの。むなし？むなし。でもめちゃめちゃ美味しいって言ってなかなか買えないって話題だったんだよね。スープが美味しいんだじゃん。うん、私も1回だけ東京にいる時に一蘭食べたんだけど、美味しかった。どんな感じに？豚骨豚骨。豚骨嫌い？食べる？いや嫌いじゃないよ。本当？一回今度一蘭を見つけたら買ってくるわ。うん、よろしく。食べよう。まだね食べたことないの。トラちゃん。トラちゃんまでお願いします。チュールもウムで大丈夫ですね。そうだよ、もうこの子たちのチュール代かかってしょうがないよね。皆さんぜひチュール代のためにチャンネル登録、グッドボタンお願いします。もう猫でつる、猫でつる。インスタのラーメンの作り方って別になんかある？いや私これ隣で見ながら伸びそうだなって一回止めた方がいいんじゃないのかなって思いながら、うん、言ってくれてよかったのに。であと私は結構卵とかこれから入れるんだけど、最初に入れる。あ、スープの前沸騰したら入れる。あ、すぐ入れちゃうんだ。うん、そうそうそう、割とあのかき混ぜない、そのままその卵の状態のままで食べることが多いかな。へえ、私結構ね麺柔らかめのが好きで。あ、そうなんだ。そうそうそう、だから佐野ラーメンとかもあんまこしないじゃん。うん、確かにね。そういう系が好きだから多分いつもの作り方が出ちゃってたもんね。あ、なるほどね。いやこんなグツグツ煮て大丈夫かなって思ったのに。麺茹でたら3分茹でんじゃないのこれって。え、そうなの？違うの？え、どう？分からん分からん。どうだろう、片面が好きな方はでも1分半ぐらいでいいのかな。私はとにかく伸びるの嫌だから、うんうんうん、そう、割と早めに切っちゃうから。あ、でも確かに3分茹でてたら、もう丼に移して食べる時には4分半ぐらい経ってるね。確かに伸び伸びになっちゃうかも。出来上がりますか？お、いいね、入れてますね。入れてるね。あ、これは夜見る方には飯テロになるのかな。いや、どうかな。チキンラーメンじゃない、なんだっけこれ。一平ちゃんだっけ、札幌チキンラーメンじゃない。それ私が買うやつ。一平ちゃんです、この時は。一平ちゃんだっけ。あっちがチャルメロか。え、札幌一番だって。これちょっと見てみ、今作ってんの。うん、自分ってこれ出前一丁だよ。分かんなくなっちゃう。そうだよ、出前一丁だよ。今例えば夜の10時ですね。ちょっと2人ともあのね、そう、もう眠気が出てきてるので。頭も入れてね。あ、やっとここで入ったよ。私ここなんだよな。あ、そうなの。いや、もうだいぶ伸びきってんじゃない。へ、そう、やっぱ人によって違うね。違うね、好みがあるからね。そうだね。で、卵は半熟が苦手だからちょっと崩す感じかな。いいね、いいね、いい感じじゃないですか。どうですか、ぜひ嫁に。こんなんで。いや、喜びそうじゃない。喜んでくれるかな。喜んでくれると思うよ。あ、香りが作ってくれた。なんだっけ、チャルメラ、ベチャラーメン。ラーメンって分かる。もうダメだね。ね。ダメ。これをアップしてるのは水曜日かな。週の真ん中か。まだまだお仕事あと半分残ってるね。そうだね。いや、もう疲れてるけどね、結構。でも水木まで来るとはもうちょっとって思うよね。私水曜日が一番疲れる。あ、やっぱ真ん中だからかな。になる。動く仕事だからね。そう、まだ2日もあるよって思うと思う。なんかさ、これ作ってる時普通だったけど、改めて動画で見るとさ、煮込みすぎじゃね。だから言っといじゃん。だってまだ鍋の中にいるからね。
ら入れてもだから隣で思ってたんだって随分にかもう伸びてんだろうなって思って今からやっとやっと10分結構煮込んだかもしれないなそうだね、うん、煮込んだと思うよ、ね、まあね確かに伸びてたもんねだいぶ伸びてただいぶ伸びて今度ラーメン作る時はカメラマンさんに作ってもらおうかな、うん、カメラマンはこれもう、うん、まあでもそうね今度私作るわ、うん、お願いしますありがとうございます。お玉入れていただいて。いやいや。これ気遣いができる女子いいよね。ああ気遣いこれこれお玉使ってとか。これいくらでもやるわ。これで気遣い女子になるならいくらでもお玉差し出すわ。お玉差し出してくれる読まなって読め欲しい方はぜひメッセージコメントお待ちしております。お玉出してるだけでいいでしょ。さっさっさ。いいじゃん。長くね長いよねラーメン長くねあできたできたやっとできましたあやっと食べます、ね、これねあのカメラの 外にね、うん、カメラマンさんいて話しながら一緒に食べております私はね鍋で自家食いしちゃう自家食いでも絶対やったことあるでしょみんな絶対あるよ、ね、だってもう嫌だもん洗い物増やすの、うん、どうでしょうか伸びてるって言ってる絶対言ってる言ってるよね、うん、伸びた確かね歯いらないって言ってる気がする言った言った伸びきっておりますだってスープなかったなかったよねなかったよねダメだあほらいん出前一丁であれ出前一丁か見たのよご覧ください出前一丁出前一丁そうだそうだ出前一丁安かったんだよね298円ぐらいでねほんと500円ぐらいね、高くないですか？高いんだね。そんぐらいだっけ？いやー、もう安いのしか買わないから、もうなんか選んでない。値段でしか選んでない。うん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 、まあ、コスパ大事よね。大事だよ、うん。だって安く食べたいからこういうインスタントラーメン買うわけじゃん。そうよね。確かに。なのに1食100円もしたらね、高い。高いよね。ラーメン屋さんのラーメン食べたい。あいいね、うん。何ラーメンが一番好き？やっぱ味噌かな。味噌か。味噌が好きかな。味噌もいいけどなんか、うん、さっき最近はちょっとあっさり系の塩とかもいいな。あ塩か。うん、何も。あれ鶏白湯が好きかも。あ美味しいよね。美味しいよね。鶏白湯も美味しいよね。このあの私たちの仲がいいメンバーみんな好きなさラーメン屋さんじゃん。鶏白湯の美味しいラーメン屋さん。あそこしばらく行ってなくない？行ってないね。コロナになってから全然行ってないよね。行きたいな。行きたいね。今胃薬持ってかないとなちょっと無理だね、うん、私さっき胃薬飲んだもん私も飲んだ飲んだなんか何で胃がもたれちゃって、ね、そうそうお風呂上がりにファンタグループ飲んだら胃もたれして胃薬飲みました私なんだっけ今日のご飯何なんだろうあシチューシチューシチューかそうシチュー食べたらなんか胃もたれしちゃってやっぱ疲れてんじゃない疲れてんのかなアラサーの胃腸はね弱ってきてるよ ね, よねだよね確かにあファンタなんか飲んじゃってやばいやばいこの時も飲んじゃってあれだよ、こんな飲んだらまた胃もたれしちゃうなんこれ当てれば合ってますね合ってない合ってんのかな合ってないのかな思わない一人で当てることよりやったことないからただの雑談になってるんだけどどうですかね、合ってますかいやでも多分みんな、あの高瀬の、うん、ね、うんうんまあ、日常的なものが見れればそれで本当、うん、いいんじゃないのかな。もうこれ誰得って感じなんだけどいいのかな。いいんじゃない。いいか。うん。ね、まあ、まあ、たまにはね、一緒にラーメン食べましょう。そうね。食べよう食べよう。食べよう食べよう。これノーカット？ノーカットノーカット。ノーカットだって。高瀬と一緒にラーメン食べましょう。ほぼほぼ切ってない。うん。今回の編集はカメラマンさんでございます。そうそうだってまださあと5分あんもんね。もう口の中カラカラなんだけど。喋れないわ。なんだあと5分なんだろうね。あと5分あとなんかしとっけ。5分あと5分食べんの ？5 分食べてんじゃない。マジで？ゆっくり食べてるね。そうね。確かに。誰だっけ前ね仕事の打ち合わせかなんかでラーメン行ったのよ。うん、めっちゃ食べるの早い人がいたの。
もう私がまだ5口ぐらいじゃないっていう、本当にね、5口ぐらいじゃないっていうのにもう食べ終わるぐらいの勢いの人がいて、もうラーメンは熱いうちに食べんだよみたいな、いや打ち合わせなんでしょみたいなスタッフさんがいたんだよね。でもさ、気使わない、嫌じゃない、待ってられるの、うん、分かる、ね、うん、なんかゆっくり食べていいよって言われてもさ、うん、気になっちゃうよね、そうそうそう、目の前でさ急いで食べるか、申し訳ないけどこうお腹いっぱいで残しますみたいな、なんか早く食べなきゃの雰囲気があるよね。そうそう、あるよ、言われたってあるよ、なんか最初食べる時もそうじゃん、うんうん、先に来ちゃってもなんとなくやっぱ食べづらいじゃん、お先にどうぞって言われてもね、うん、仲良かったら別にね、うん、いいけど食べていいよって言えば、うん、あれだけどさ、先に食べてもらう方は気にならないんだけどね、うん、やっぱね先食べる方は気になっちゃうよ、うん、気になっちゃうね、さあまだかな、早く食べ終わってくれよ、うん、おいおい、食べ終わるんだよ、これどうしよう、誰も見てなかったいや、奥にまだ食ってるよ、まだ食ってるよ、いやいやって、そうそう、スキップ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 終わったよみたいな食べて終わりだよね、これ、ね、食べて終わりだと思うんだけど今回本当ただ作って食べるだけなので、そうね、需要があるかわかんないんですけど、うん、まあ、たまにはね、ちょっとこう最近将棋で頭使いすぎてたから、うん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 、ね、試験飛車でも私動画とか見てるよ、 YouTube とかで試験飛車と、あとなんだっけ、あ、さっきまで覚えてたのになんとかの囲い、なんだっけ、なんとかの囲い、庭囲いじゃなくて、できそう、覚えた、うん、完全に覚えてはいないんだよ、なんだっけな、それは何、守りの姿勢、そう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 、そうなんだ、なんだっけ、忘れちゃったよ、すごいすごい、ダメなんだよね、こう1回じゃ覚えられないっていうね、なんか1個覚えるとさ2個ぐらい抜けてかな、なんか漢字10回書いて次10回書くともう最初の10回忘れてるみたいな、ね、そういう人間だからさ、頭のメモリーいっぱいなんじゃない、そうそうそう、だから本当にね、うんうん、覚えられないんだよ、そうなんです、すごく時間かかると思う、だから何回詰め将棋出すかわかんない皆さん飽きずにぜひ見てください成長してるはずなんだけどね、うーん、自分でもしてると思ってるんだけど、うん、でもちょっとあのなんだっけ、ピオ、あ、ピオ将棋、ピオ将棋で、うんうん、あの一番弱いのに負けたのはね結構ショックだったピオ将棋難しいよ、難しいよね、難しい、だってあの将棋経験者の方に聞いても難しいって言ってたじゃん、うん、ね、もうショック、もうびっくりだったか、もうショックだった私この一番下のにも勝てない、ピオだよピオだよって思って、ピオってめっちゃ弱そうじゃん、そうそうそう、ピオピオっつって動くじゃんあれ、うんうん、確かに、そうなのになんかめっちゃ強いの急にバッてきてさピオ将棋に勝てないってことはうちらまだ生まれてもいないってことだよねそういうことだよね、卵卵卵か、いやまだまだ成長しなきゃな、三輪囲いだっけ、あ、なんか聞いたことあるかも、そんな感じだった気がした、なんかね、でもその段階があるんだって、うーん、あの強さのその囲い方にマジか、そうあるらしい、なんか将棋って細かいよね、細かい、ね、暗記なんだろうね、暗記だと思う、なんかコメントでも暗記じゃなくて、私たちはなんか公式計算みたいにしてやってるみたいに書いてる、公式計算、そうそう、私たちは暗記じゃなくて始めててすごいって書いてあったけど、いや何も思ってないだけですみたいなやっぱ暗記物っぽいよ、暗記一番苦手なんだよ、だからやっぱ女性がなかなか手が出ないものなんだろうね、そうだね、あ、もう食べ終わっちゃうんじゃない、やっとですか、やっと食べ終わりますか、うん、またね将棋の動画撮るときは少しレベルアップしてる姿をね、そうお見せしたいんだけど、そうなか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 できなくて、どうしたらいいかね、あ、完食でございます、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、はい、じゃあ皆さんさよなら、おやすみなさーい。